彼の存在自体、立ち位置だけで複数の選手は困るっていう。田中クラウン、旗手ってことなんて山ほどあるし、時間が足りなすぎるっていう、そういうところ。Y bueno, me salen las cosas. Si tengo que pensar, no sale bien. 天才です。深すぎます。いや、これは本当に一つ先に言っていいですか、あのイニエスタ選手、あの昨シーズンの引退セレモニーの時にコメントもそうだし、ヤベッチ FC で印象に残る日本人選手で名前を挙げてもらってめちゃくちゃ嬉しかった。ディレクラベルダー、あの嘘じゃないです、本当だ。撮りましたか今。ではちょっと伺っていきたいんですけど、サッカーってうまいってよく言うじゃないですか。そのうまいって一体何なのかっていうのをお互い多分思うことあると思うので聞いていきたいんですが、まずサッカーがうまい人ってどんな人ですか、健吾さん。僕が先ですか。はい。いやもう本当にあの別に彼がいるわけじゃないんですけど、もうイニエスタ選手のような選手がうまいって僕は思っていて、要はサッカーっていうのはいろいろと問題が起きるわけですよね。相手が問題を起こすんですけど、その問題をこういとも簡単にクリアできる、けど実際すごく僕らからすると難しそうなプレーなんですけど、それを簡単にやってのける、で相手の裏もかける、あとは見ている人たちもびっくりするようなプレーができる選手、問題を解決できることと周りを驚かせれる選手が上手い選手だと僕は思っていて、あとはチームのその勝利にやっぱり直結するようなプレーをする選手がそういう選手だというふうに思ってますし、僕はそういう選手でありたいと思ってずっと現役生活はやってましたから、個人的にはもうずっとバルセロナの時代から僕は追っていたので。あ、じゃあもう今横にいるのはどうですか。いやでもだから若干もうちょっとテンション上がってます。イニエスタ選手はいかがでしょうか。Bueno, coincido con él que el jugador bueno es el que hace fácil lo difícil, el que sabe situarse en el campo, en el que da soluciones a sus compañeros y que cuando lo ves pues parece fácil lo que hace, pero a la vez es muy difícil. Entonces, pues bueno, para mí eso es, ¿no? El que hace las cosas fáciles, el que hace las cosas bien, sobre todo en beneficio del equipo y siempre con mucho sentido. まあ、お二人ともちょっと似たような、ね、答えだったと思うんですが、具体的に J リーグの選手で名前を挙げるとしたら健吾さん、どなたですか。僕がそういう質問のタグは一貫してイニエスタ選手って答えた。要はあの彼もおっしゃってましたけど、そのポジショニングがもうとにかく秀逸なんですね。僕も何回か対戦したことあるんですけど、で実際マークしたこともありますし、ちょうど届かないところにいるんですね。で行くと無理はしないけど、ちょっとでも緩めると前を向いてもうこっちにとってはピンチになるようなプレーをするんで、けど行き過ぎちゃうと自分のポジションを空けてしまうんで、要はもうその彼の存在自体、立ち位置だけでもう複数の選手は困るっていう、だからずっとそういうふうに一貫して言い続けてましたね。みんな学ぶべきだっていうのを言ってました。だから、Sí, bueno, nosotros pensamos como centrocampistas y bueno, coincido con él. Creo que tanto él como jugador, como muchos compañeros que tienen en Kawasaki, pues hacen eso a las mil maravillas. Saben colocarse, saben darle una solución al compañero, saben situarse. Ese es el centrocampista que nos gusta y por lo tanto, pues coincido plenamente en eso.特に名前を出すとどなたかとかいらっしゃいますか。Bueno, creo que en el mercado de verano Tanaka, que era un centrocampista, pues se marchó. Por nombres es un poco difícil, pero bueno, por ejemplo, me gusta mucho Hatate, número 8 también de Kawasaki.Yo en Bissell tengo grandísimos centrocampistas como Jotaro, como Samper. Bueno, creo que la J-League tiene mucho, mucho potencial y mucho, mucho buen centrocampista. どうですか、 J リーグでやってた健吾さん。いや嬉しいですね。実際にこうピッチの上で体感したからこそ
まあ、それ僕は一方的に見てたわけで、うん、それはこう同じピッチで戦った時にいかにすごいかが自分の頭の中でも分かってましたけど体感して本当に分かったので、うん、これはもう全部こう日本の子供たち学生たちまたプロの選手もそうですね見てほしいなというふうに思っていたので、うん、そこに認められた、まあ、うちの若い選手たちはすごく羨ましいですね。ご自身も認められたんじゃないんですか。あ、もうそれはもう置いといて置いといてもうそれはもう本当にもう家宝に近いですから。Bueno, a mí me gusta mucho la J-League, esta competición, porque pues bueno, siempre he considerado el jugador japonés un jugador muy, muy habilidoso, muy dinámico, muy, muy de combinar, de posesión. Y bueno, no es porque esté delante, sino porque, por ejemplo, Kawasaki en estos últimos años que he estado aquí, pues es un claro ejemplo de lo que me gusta como equipo en el sentido de posesión, de tener el balón, de combinar. Y es algo que nosotros, si queremos competir para ganar la J-League, tenemos que mejorar y dar un paso más. Y ojalá y podamos hacerlo. ちょっと話が変わりますけれども、今これご覧になっているのがサッカーをやっていて、すぐにでも上手くなりたいと思っている方々なんですね。なんで、こう2人が上手い、その秘訣教えていただきたいんですけど。秘訣、どうしてそんなに上手くなったんですか。僕の場合は、まあ、体もそんな大きくなかったですしスピードもなかったのでポジショニングのところとあとは技術のところ、うん、しっかりとコントロールボールを操るってことですね。それをしないと取られてしまう。その少年時代だったり学生時代だったのでいかにこう相手に触れないかっていうところをずっと追求してきた人間なんですね、うん、そういう意味では自分の試合を見ること、うん、自分のそのプレイヤーとして何が長所で何が足りてないかっていうのを知ることが大事だと思いますし、うん、でそれを見た上でまた次自分のプレーをこう同じミスをしないようにする。でそのなんかもう日々の繰り返しでやってきてましたね。あとはチームにとってさっきあのイニエスタ選手が言ってましたけどチームにとって有益利益をもたらす選手でなきゃいけないっていうのも同時に考えていたので、うん、自分がボールを持ったら味方が動き出してゴールが決まれば自分はより出れるようになるし、そういうところはある意味ちょっとこうずる賢さも必要だなというふうに思っていたので、うん、そこをとにかく磨いてやってきました。 Bueno, yo, cada uno es un mundo. Yo lo único que tuve siempre muy presente fue que quería ser futbolista, era mi sueño. Y me lo tomé muy en serio, es decir, cada entrenamiento pues intentaba aprender, hacerlo mejor, respetando a mi entrenador, a mis compañeros y siempre confiando 100% en mis posibilidades. Y a partir de ahí creo que la clave es aprender, querer ser mejor, cuando te sale mal puedes volver a intentarlo y tener confianza ciega en tus posibilidades, aunque el adversario o el reto sea muy, muy grande. Supongo que a él le ha pasado porque bueno, yo ahora con 37 años pues sigo teniendo la ambición de ser mejor, o sea, de aprender, de ser mejor cada año, y eso es la clave. Yo he estado mucho tiempo en Europa, Y no por venir a Japón a otra liga pues creo que lo tengo todo hecho, sino que la ambición me lleva pues a cada año intentar ser mejor para mis compañeros, ser mejor para mí, y eso creo que es una de las claves. 具体的に聞いていくと、例えばこういう練習がとても自分の中ではキーになったとか、そういう練習はありますか？まあ、とにかくボールはたくさん蹴りましたね。たくさんボールに触ってどんな形でもいい、まあ、壁当てもそうですし、うん、あとはそのチームのトレーニングの中が一番いいやっぱり練習なんですよ、まあ、当たり前なんですけど、うん、でそこをやっぱりどれだけ高い意識を持ってやるかっていうことがすごく大事なんですね、うん、どのトレーニングも最高のトレーニングに僕はなると思ってるんですね、意識次第では。もちろん多分いろんな方法あるとは思うんですけど、うん、まずはその本人のその、あのイニエスタ選手もおっしゃいましたけど本人のその成長したい気持ち、うん、やる気っていうのが同じトレーニングでも別のものに変えれるんじゃないかなって僕は思ってずっと40までやってました、はい、すごい。どうですかイニエスタ選手。Sí, no, no, todos los entrenos tienen importancia. Es decir, al final el entrenamiento es lo que te hace competir bien. Y por lo tanto, todos los entrenamientos, es cierto que unos entrenamientos te encuentras mejor, te encuentras peor o te salen mejor o peor, pero
siempre tienes que tener la, la mente puesta en el entrenamiento porque al final es lo que te hace estar, estar bien para competir. お二人ともこう足元の技術があるイメージですけれども、それはこうやっぱ人一倍練習したっていう自負があるからですか。まあ、人一倍かどうかわかんないですけど、意識は人一倍、意欲は人一倍だったと思います。結果それがこういい質の練習になってたのかなって。その朝からもう夜遅くまで練習したことはないですから。あ、そうなんですね。はい、No, yo creo que hay una parte fundamental que es lo que cada uno llevamos dentro. Yo siempre digo que muchas de las cosas que he hecho a nivel profesional pues las hacía en mi pueblo, en la calle o en el patio. Luego a partir de ahí pues evidentemente que hay un trabajo tremendo del día a día, de lo que he dicho, de cada vez ser mejor. Pero hay una parte, pues nosotros como centrocampistas, otros como defensas, que llevamos dentro. Kengo san, kyou kanari tension agatteru tte itte mashita kedo. Agatte masu ne. Mo kono ba o karite Iniesta senshu ni kikitai koto ippai aru n janai desu ka? Ya mo hontou ni nagaki ni watatte otteita senshu nanode, ima no ohanashi o kiite ite mo aru teidu jibun ga yatte kita koto tte iu no wa sonna ni machigatte nakatta tte iu no mo sugoku kanji mashita shi, tada mo yappa イニエスタ選手だからこそできるプレーもたくさん僕は見させてもらっているので、これは多分生まれ持ったところも多分もちろんあるとは思うんですよね。だから聞きたいことなんて山ほどあるし、時間が足りなすぎるっていう正直なところも、はい、なんか1問ぐらい、1問ですか、うん、時間がちょっとね、あれなんですよ。何を見てサッカーをいつもやってるのかなっていうのはすごく気になっていて、うん、そのイニエスタ選手が立ち位置も取りながらまずどこを目指して、まあ、もちろん多分ゴールだと思うんですけど、その時にいくつ選択肢を持ってどれだけのものを見えているかっていうのは、まあ、es una cosa rara, ¿no? Porque como decía antes, hay muchas cosas que ya las llevas en tu cabeza y bueno, en el fútbol ya sabes que no hay mucho tiempo de pensar, hay muchas cosas que salen solas. Pero sí que es cierto que me gusta mucho pensar, intuir lo que va a pasar, estar muy pendiente. Me gusta también, por ejemplo, saber contra qué rivales me voy a encontrar, si son rápidos, si son pequeños, y me gusta estar muy concentrado. Pero hay cosas, siempre juego bien cuando no pienso, cuando estoy en el campo y bueno, me salen las cosas. Si tengo que pensar, no sale bien. ¿Tensáis? Bueno, él lo sabe, sí, él juega, sabe cómo se juega al fútbol perfectamente. Y es lo mismo, es lo mismo. 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 Es lo基本的には自分のその多分彼の中で判断基準があって、寄せてきたらもうはたく、さっきも言いましたけど、来てないんだったら前向いて何かをするっていうのがもうその目がすごくいいって僕は見てていつも、あとは対戦相手として常に見られていたので、その自分がこうどうするかっていうのを見られてたんで、まあ行きにくかったですよ。普通の選手って目線下がるんですよ。ボール見ちゃったり、そうボール見ちゃうんで行きやすいんですけど、イニエスタ選手はもうずっとこっちを見てるんです。なのでもう行けないんですよ。で行ったら行かれるし、行かなきゃ出されるから、それを多分実現しているのがその足元の技術の確かさだと僕は思っているので。Sí, bueno, es un conjunto de cosas. Pero bueno, sobre todo tener la cabeza levantada, saber dónde están los compañeros, los rivales, y sobre todo concentración. Cuando juego me gusta estar muy muy concentrado en lo que hago. A veces salen bien, otras no, pero intentas que salgan bien.今後どんな形でチームに貢献していきたいとかありますか？僕は昨シーズン、まあ、今年ですね、1月1日引退して、まあ、チームとして関わらせてもらいながら、まあ、育成の部分も含めてですね、携わらせてもらってるんですけど、まあ、やっぱりフロンターレ自体は地域と共に歩んできたクラブで、まあ、それを大事にしてやっていきたいなというふうには思っていますし、この僕以降のフロンターレも、まあ、今年しっかり成績を残してくれたので。そこに関してはもう本当に心配も不安もなく自分の道を今進めている状態なので、だからいつも本当に神戸と川崎の試合は楽しみにしてますし、個人的な願望は
一回どっかでプレーしたかったなっていうのは、あの一緒にやったら多分すごく学べるものがあったなっていうのは、ちょっとこの質問の答えとはちょっとずれてしまうんですけど、やっぱりそれだけのこうやっぱり神戸を象徴する選手だと僕は思う、まあ、バルセロナを象徴する選手でもありますから、そうですよ、まあ、スペインですか、うん、でも世界的ですから、世界です、世界です、はい、それだけの選手の方がこの神戸にいて J リーグでプレーしているこの価値っていうのはもう本当に皆さん噛みしめた方がいいと思います。本当ですね、うん、bueno, nosotros este año hemos hecho un grandísimo año y, y bueno, me gustaría realmente pues, pelear por, por la J League. Para eso, como he dicho al principio, tenemos que dar un paso más y ser mejores para poder competir con Kawasaki y con los rivales que tenemos por delante. Me encantaría, es un sueño que tengo desde que llegué a Japón de poder ganar la J-League y ojalá y suceda, pero tenemos que hacer las cosas mucho mejor.わかりました。今日はお忙しい中お時間いただきました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。